皆さんこんにちは。どうなる fomc 明日12月14日に開催されます。米連邦公開市場委員会について外為ドットコム総研の私、上原と神田部長にてお届けします。神田部長よろしくお願いいたします。はい、えー、2022年も残り半月余りとなりました。 12月13、14のアメリカ FOMC は為替市場における今年最後のビッグイベントになると位置づけられていますまあ今回もね、この FOMC の見所と FOMC がドル円相場にどう影響するのかを探っていきたいと思いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、早速ですが官土部長には今回の FOMC における注目点を3つ挙げていただきましたこちらになりますまず一つ目が政策金利について 二つ目が政策金利見通し、ドットチャートについてです。三つ目がパウエル FRB 議長会見ということで、それぞれ聞いていきましょう。では、まず、この政策金利の利上げ幅についてですが、まあ、市場では今回から利上げペースを減速させるのではないかと言われていますが、神田部長はどのようにお考えでしょうか。はいあの。パウエル FRB 議長ですね。十一月三十日の講演で。 12月にも利上げ幅を 0.5%50 ベーシスです、ね、に落とす可能性があると明言しています、まあ、このため、ね、アメリカのインフレも徐々に鈍化し始めていることですし今回は利上げ幅は75ベーシスではなく50ベーシス0.5%に縮小されるという可能性が高いと思います ご覧のように、ね、マーケットの方も、えー、50ベースの利上げを75%折り込む75ベースポイントの利上げの確率というのは25%程度に縮小しているというう状況です、はい、そうですすそね、はい、で12月に関しては、まあ、0.5%の可能性が高いという状況の中で、まあ、来年1月もま注目されてきているのかなという中で0.25%の可能性も出てきていると。うん 利上げの幅が、ね、徐々に縮小していくという見方はマーケットで非常に強いですから、はい、まあ次回の金融政策をめぐってはまだ見方が分かれている特に2023年の,その利上げのペースに関してはです、ねはい、まだまだこう市場の見方が定まっていないということですから、はい、まあここに関する手がかりが、ねえー、得られるかどうかという点も今回の FOMC の注目ポイントの一つだと思います。はいはい でまた、えー、今注目されているのがやはりこちら、うん、え消費者物価指数ですね生産者物価指数、はい、PPI の方が11月に、えー、鈍化しました、あのーまあ、徐々に、ね、CPI の方も鈍化していくであろうというのが、はい、あーマーケットの見立てなんですけれども、はい、FOMC もこのインフレ率の予測というのを毎回四半期ごとに。 更新していますので、まあ、ここに関する見通しというのも今回の FOMC では注目されることになると思いますただね、この CPI が、えー、なかなか大きく下がらないという状況ですと、はい、FRB もそう簡単には利上げのペースを落とせないまあ、こういう見方につながりがちなので、はいえー、まずこの FOMC の前直前に発表されるね、はいえー、11月の アメリカの消費者物価指数、この結果にも注目したいいと思います、はい、ちなみにこの消費者物価指数が仮にこの予想を上振れた場合なんですけども、うん、これは12月の FOMC よりかは、来年以降の FOMC に影響が出てくるという、ね、そううですねあ<の>もうねも発表が FOMC 前日ということになりますし、はい、CPI の結果があのマーケットに影響するとすれば、やはり来年以降の利上げペースということになるんだろうと思います。はい わかりました。では次を聞いていきましょう。え次はえこの制作期に見通し、まあ始半期に一度発表されるこのドットチャートですが、こちらについてはどの点を注目されていますか。うん、はい、あのドットチャートについてはですね、大きくあの二つ注目ポイントがあ,あると思っています。まずはですね、えー、今回の利上げのピーク、今回の利上げ局面のピークの金利ですね。これがいくらになるのか、まあ、イコールその FOMC がいくらまで 政策金利を引き上げるつもりなのかという点ですね、はい、まあ9月時点ではご覧のとおりですね4.625%つまりその FF 金利の誘導レンジをですね、えー、2023年のどこかの時点で4.5から4.75%まで引き上げて、まあ、そこがピークになると。 こういうふうに見ていたわけですが、まあ、これが、ね、今回12月の FOMC でどこまで引き上げられるのか、うん、あこの辺が、えー、一つ、ね、大きなポイントになると思います。まあ、4.75から5%に引き上げるのかあるいは5%から5.25%まで上昇するのか、うんはい、あるいはもっと、ね、高くなるのかどうか、あのー、ドルはです、ね、アメリカの金利と連動性が非常に高いことで知られていますので。 この FOMC が予測するピークの金利が高ければ高いほどドル高に触れやすくなるということが言えると思いますかりましたそして2つ目はですね、はい、FOMC が利下げに転じる時期の見通しですね九、うん、月のドットチャートではですね2024年中に利下げが始まるという予測が示されていました、はい、まあしかし このところ FRB の, FR のメンバーからはその利上げを停止した後もしばらくは金利を高く保つ可能性があるという発言が相次いで聞かれています、はい、まあこれはやはりそのインフレ見通しが9月の時点から情報を修正されている可能性が高いということを示唆していると思います、はい、まあそこで今回はです、ねえー、政策金利見通しと同時に発表されるインフレ見通しにも注目です まあ9月の予測ではですねえ20 2023年末を 2.8%24 年末を2.3%としていまして、まあ、だから2.3%にインフレが鈍化する過程でえ利下げに転じるであろうという見通しを示したということも言えると思いますよね。あのー、一方で FRB が注目している PC デフレーターは最新のもの11月で6%です、うんはい、ですからまあ高止まりしているという状況ですからまあこれが2023年末、24年末にどこまでと鈍化すると見ているのかが焦点の一つ、こちらもですね情報修正されればこのインフレ見通しが情報修正されればやはりドル買い材料になる可能性があるかなというふうに見ています。わ、はい、かりました、はい、するとこの、えー 当,当日28時にこの政策金利と合わせてこのドットチャートがまず発表されると、なので政策金利というよりはこのドットチャートの行方で一旦ドルがどちらに動くかという展開、うん、そうですねあの最初に見ていただいた通りまり、あ、利上げ50ベースであればほぼ織り込み済み、市場の見方が分かれているこの先の金利の、ねうん、えパスについて。はい この見方がどうなっているのかっていう点がやはりマーケットを動かす材料としては大きいというふうに言えると思いますわ、はい、かりましたでは続きましてこの政策金利などが発表された後パウエル FRB 議長の会見があります、はい、この会見の中でどのような発言に注目していますかそうですね、はい、あのパウエル FRB 議長は11月30日の講演でですね、うん、これまでの急速な利上げの効果が はい、完全に現れるのはこれからだというふうに述べていますつまり利上げのペースを今後緩めていく可能性が高いことを示唆したというふうに言えると思います、うん、まあ市場はです、ね、これを FRB の姿勢がインフレを抑え込むための超高波から、うんあまあ、景気への悪影響にも目配りしながらのソフトな高波へと、うん、移ったというふうに受け止めた模様ですよね。うんうん えー、パウエル議長の会見については、まあ、利上げ幅などと違ってその市場予想というものが存在しませんので、はいまあ、あその分だけ市場の反応を読むというのも非常に難しいんですけれどもインフレに重点を置いた、まあ、あ過去、ね、9月あたりまでのスタンスが総裁の会見の中で強くにじめば、うん、やはりこれは高波的と解釈されてドル高になりやすい。はい まあ一方で,です、ね、そのさっきも言いましたけど景気に配慮して、ねうんえー、ちょっとこう利上げペースを緩める姿勢を強調してくるようだとこれはやっぱりマーケットとしては高波色があ薄れたというふうに受け止めると思いますので、はい、まあこれはドル安に触れる余地があるというふうに考えていますわ、うん、かりました、確かにその前回の発言の時っというのは、まあ、思ったよりも、えー、強い高波発言ではなかったということで,でかなりドルが売られたと。そうですね 負けたの方はもうはかなりタカ派的な発言を事前に想定していましたから、はい、それが裏切られたという結果があったんですけれども、はいまあ、今回はその講演を踏まえた上での会見ということになりますので、ね、どういう反応を示すか非常にその辺も興味深いですよね。はい、はい、ここもかなり注目点というところです。はい、えではです、ねまあ、この FOMC 後の,のドル円相場って、うん、どのような値動きになると想定されていますか。はい えー、この FOMC がこの年内最後のビッグイベントということですから、はい、まあ正直に言ってそのドル円相場がこの、ね、FOMC にどんな反応を示すのか非常に読みづらい局面かと思います、はい、まあただ、あその FOMC 後にです、ねえー、ドル円相場が137円台より上にいるのか、うん、あるいは136円台より下にいるのか、はい、あこの点に注目しています。 あの今年はね、えー、このチャートを見ていただくと分かるように、年始の安値が百十三円四十七銭、うん、で十月の高値が百五十一円九十四銭、うんはい、えー、まあ実に三十八円四十七銭もドル高円安が進んだという状況でした。うんはい、まあ十一月以降のね、えー、急速なこう下落に関しては、まあこの反動による調整と。 うん、というふうふに見ていましたが、はい、その調整のめどと見ていたその年間の上げ幅の38.2%押しこれを超えてもう一時133円台まで下落するという展開になりましたねなおその38.2%押しというのは137円25銭、はい、まあ来年、ね、2023年の相場展開を占う上でもこの137円台より上か、うんね、ここで年内の取引を終えるかどうか あるいは下回って終えるかどうか非常に重要になってくるのではないかと見ていますまあ基本的には2023年もドル円はアメリカの金融政策が相場展開の鍵になっていくるというふうに見ていますわ、はい、かりましたはい まあ今回のこの FOMC の結果後の値動きというのがまあ来年につながる値動きになってくるということで特にドットチャートそしてパウエル FRB 議長の発言に注目して、えー、まあ今年し137円の25銭前後そこを上回るのか下回るのかそこに注目していきましょう。はい はい、では、最後に、FOMC のスケジュールを確認していきます。日本時間十四日の二十八時に政策金利、そして FOMC 声明、政策金利見通し。チャートが発表されます。でその後、二十八時三十分にパウエル FRB 議長の記者会見があります。それぞれ注目していきましょう。皆様、最後までご清聴いただき、ありがとうございました。